森の中の迷子、竜の仲間についていく、新しい仲間ができた、猫と一緒になったオタクシオ、あのチビと呼ばれていたあの竜の子供みたいなあれの名前を猫にしたからちょっと若干ややこしいけど、行こう。こっから出れるのか。あ、離れる、離れる、あ、間違えた、離れる。ここから出れるんだ。戻った。光る柱がなくなってる。あとで一番賑やかなのは聖火競技場ってところだし、そこなら猫に何があったのか知ってる人がいるかも。機会があったら行ってみよう。あ、これ元の、あれ、ここまで来てたんだっけ俺。違うよね、割とこの辺りで飛ばされたよね。まあ、七天神像あるから行ってみるか。お、え、飛べてないやん。頭から行ってますけど大丈夫そう。花みたいになってる。倒せるんかな。あ、取りにくいなってしまった。これは、おう、え、これ元の状態にどう戻る。あれ、元の状態に、戻れないのかな。まあいっか。失われた原人の瞳。この状態でダッシュはできないの。一応話しかけれるっぽいな。無視されてるけど。クリスタルビートル素材。これなくなったら切れるんかな。展望ポイントか。左側あるか、下かな。見当たらないけど、上なのかな。あ、元の姿に戻りたいんだけどね。近いな。左側、上かな。三大王と、あ、本かな、これ。本っぽいね。まあ、これ元に、こう、あ、これ攻撃もできるってことか。え、これ戻れんのかな。迂闊に拾うんじゃなかったな。あ、いけたわ。長押し、三角ボタン長押しで抜けれた。とりあえず開けたいな。今何も受注してない状態ってこと。ちょっと探索したいね。上かな。
下ではなさそうな気はするね。下ちょっと見てみようか。何もなかったら上がってくるのめんどくさいかな。これ何でもないのか。上にパッと上がれたりしないのかな。あ、でも近いな。てかあれでこれで壁上がれたりしないのかな。あ、上がれるやん。どん、あの、もうこれ多分これ夜根地的なのがなくなったら勝手に切れる。勝手に切れたりしないんだ。あの、便利っちゃ便利なのかな。振り抜けて OK。 すごいです。なるほど。あとの七天神像、なんだかちょっと変じゃないか。初めての心臓に触れる時ってもっと強烈な、なんていうかポワンって感じがあっただろう。実は毎回俺がポワンって言ってた。え、そうだったのか。じゃあポワンを言い忘れちゃっただけか。次からは気をつけろよ。で、そんなわけないだろう。七天神像に触るとき自分で効果音つけるやつがいるか。なんていうか他の心臓に触れたときはもっと安定したつながりができた気がするんだよな。でも今回はスイッチを入れただけみたいな、押したら光るだけって感じがして。そうだ、今まで心臓に触れたら元素の力を感じてただろう。今回はどうだ。この元素の元気いっぱいの情熱的な感じはするか。これなんか最初無理なんだよね。少しもないのか。なんだかおかしいな。そういう状態らしい。グレインのみ。あ、展望ポイントだ。雨降ってんの。ちょっとこれの抜け方困ってる人いるかもしれないから、ちょっとアーカイブ分けてやっとこうか。今どんな感じなんだろう。あ、でもさ、あと3個も七天神像あるね。こんな狭い範囲にね。一応行けるのは行けるんか。ちょっと今回探索から先にやってみようかな。そしたら後々楽だしな。で、ちょっとアーカイブ切り替えよう。